市川かなは、日本の陸上競技選手。専門は短距離。愛知県豊田市出身。豊田市立法南中学校、岡崎城西高等学校、中京大学を経て、水野所属。中学時代に、陸上競技を始め、高校3年時には、高校総体で、女子100メートル7位、同200メートル4位に入るなど、 それなりの好成績を上げてはいたが、当時は本人曰くダイエットを兼ねての部活程度の意識であったという。2009年に宗教大学に進学すると、同大陸上部の青戸新次コーチの指導の元級成長を遂げ、同年の第93回日本陸上競技選手権大会において女子200メートルで決勝進出。2010年には、 世界ジュニア陸上競技選手権大会の日本代表に選ばれ女子200メートルで日本人初となる決勝進出を果たす。2011年に入ると4月の小田美きを記念国際陸上競技大会で追い風参考ながら女子100メートルで11秒28を記録。5月8日に開催された IAF ワールドチャレンジミーティングスの女子400メートル。 リレーにおいて、日本 A チームの4層を務め、43秒39の日本新記録を樹立した。6月の第95回日本選手権では、女子100メートル200メートルで共に福島に次ぐ2位に入り、同年のアジア選手権日本代表に選ばれている。2012年のロンドンオリンピックでは、女子400メートルリレーに出場、福島千 佐野夢香と共に予選に臨んだが、44秒25で8位となり、決勝へは進めなかった。2012年9月には、日本学生対抗選手権で、女子100メートル、200メートル、400メートルの3種目を制する。2013年3月に、中京大学を卒業。4月から水野に入社し、競技活動を行っている。その後一時低迷し、 400メートルに挑戦するなど、試行錯誤を繰り返していたが、2017年6月24日、世界選手権代表選考会見第101回日本、陸上競技選手権の女子100メートルにおいて、7連覇中だった、福島千里に競り勝って11秒52のタイムで、大会初優勝を果たした。記録面も、去ることながら、そのルックスから、 美女スプリンターとしてメディアに取り上げられることも多い。ありがとうございます。